古代、ギリシアや古代ローマの石灰岩製のストレーナー期限、全6世紀のテラコッタ製のストレーナーストレーナーは、液体から固形成分を取り除くために用いる網状の器具全般。英語で、ストレーナーというと、上述のものを広く刺し、日本語で、ザル、古いなどと呼ぶものも含めて指す。日本においては、ザルや、茶しという語彙もあるので、和の文化の文脈では、ストレーナーを避け、 日本語の文を使い、日本以外の文化を導入している文脈では、ストレーナーを使う、といった使い分けがされる傾向がある。例えば、日本語では、日本茶を注ぐ時に用いる腰器は、茶腰と呼ばれる傾向がある。だが、紅茶や、ハーブティーなどの場合は、ティーストレーナーという呼ぶ人も多い。和風の料理に使う、水切り道具は、ザルと呼ぶが、洋風料理の場合は、 ストレーナーと呼ぶ場合がある。工業製品では、ストレーナーと呼ばれる傾向がある。カクテルを作る時に用いるシェーカーの部品には、ストレーナーが含まれる。グラスに注ぐ際に氷がこぼれないようにする効果がある。また、ソースをこしたり、小麦粉をふるったり、粉砂糖やココアなどのふるいに使うストレーナーもある。バスケットストレーナー常時稼働が必要な配管系統の場合。 ストレーナーを二重系統として一方を使用しながらもう一方を整備することにより稼働を継続できる。ストレーナーは空調機器、トイレのロータンク給水部分やフラッシュバルブに内蔵されたピストンバルブ、流し台の排水口など流体が流れる配管に取り付けられている。機械や設備で流体中のゴミをこし取る部品には吸気用のエアストレーナー、燃料用の フューエルストレーナー、エンジンオイルやアッテ不要のオイルストレーナーなどがある。これらは単にストレーナーと呼ぶこともあるほか、フィルターやフィルターを含む部品という意味で、エレメントと呼ぶこともある。干渉魚飼育水槽用のストレーナーと給水パイプ、熱帯魚などを飼育する水槽のろ過装置で、水槽に入れる給水パイプの先端部にはストレーナーが付く。小さな穴が均等に開けられており、 水中の固形物が、ろ過装置内に侵入することを防いでいる。より細かい固形物を仕分けたり、小さな生物が、ろ過装置に入り込むことを防ぐため、ストレーナースポンジと呼ばれるスポンジを取り付けることもある。ろ過装置やイオン交換等などの内部装置に取り付ける。供給水の酸水や、ろ過液の収水を行うための部品。内部充填材層からの均等周排水を行う。 水栓便器に供給する流水を制御するフラッシュバルブにはピストンバルブが内蔵されておりピストンバルブは上下に動くピストン運動により便器に供給する水が出水、止水するピストンバルブには圧力出部とリリーフバルブを結ぶ針先ほどの小さな小結がありフラッシュバルブを起動させると内蔵されているピストンバルブのリリーフバルブの逃がし弁が開く ピストンバルブ上部の圧力室部に溜まった高水圧の水が抜け、吸水圧力でピストンバルブが上昇して塗水が始まると同時にピストンバルブのストレーナーから小穴を経て圧力室に水が徐々に入り、やがて圧力室の水圧が高くなるとピストンバルブが加工して自動的に水が止まる機構である。ピストンバルブの小穴が詰まると便器に供給される水が止まらなくなったり、 流れなくなったりするトラブルが発生することから、消結手前にはストレーナーが取り付けられている。故障などのトラブル防止のため、定期的にピストンバルブを取り出して、ストレーナーや消結の清掃をする必要がある。現代の雨どいのストレーナー、ありがとうございます。